よし、今日どこでですか？チャタン？那覇？那覇？全然ない。チャタンでね、あれがあるわけよ。なんていうの、この集まりっていうか、集まり。なんか休館日とか作ってます？大丈夫です？うん、いつも休館日です。嘘つき。で、チャタンであって、うん、結構ね、初めて参加だわけ。時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズ金曜日担当の前城美鈴と山内です。はい、なんで入りこんな低いんですか？いや嘘よそう、ほらだってサザンブリーズっておしゃれな番組じゃないですか。あ、確かにおしゃれな番組、おしゃれな感じでいかないといけないかな。そうなんですよ、今日はね美鈴ちゃんがめっちゃおしゃれで今日はって何？あ、今日もね今日もいつもって言って、いつもなんですけど今日は、うん、なんて言うんですかね、イメージが違うだけでしょ。浪人生。浪人生って何褒めてないから。可愛い浪人生みたいなそんな褒められてる気がしないんです。そうですか、うん、まあイメチェンです。気分的に何て言うんですかね、この格好。ラジオを聞いてる人にちょっと伝えてもらっていいですか、うん、どういうことですか？このおしゃれについてですか？そうです、そうです。今日の格好についてですか？そうです。コンセプトとかいろいろあるじゃないですか。おすぎとピーコとかもどういうコンセプトを言うじゃないですか。はあ、今日のコンセプト？はい。なんか、ちょっと、うん、ちょっと小粋な、小粋な、でも、でも、おしゃれすぎずというか、おしゃれすぎず、ちょっと、ダサおじみたいな。ダサおじ？ちょっと、おじパンっていう、なんか、形のパンツを履いてるんですよ。これな、うん、ちょっと太め、おじさんっぽいわけ。太めの、うん、でそのちょっとまあ年代が80年代ぐらいの。ああ、そうそう、そんな感じね。そうそうそう、80年代ダサおじファッションみたいなこれでいい、これでいい。関係ばやしてた一個もわからんから何にも聞くなし何にも膨らましくれないっていうねまあまあ、 あのダサおじですよ。はいはい、皆さんぜひね、うん、この電波を聞いている方、うん、気になる方は、うん、ツイキャスとかユーストリーム、まあ見に来たらいいと思うあ、こっちにね、うん、そうそう、夕方5時からになってるんですよ。そうなんですよ、うん、時刻は午後5時を回りましたって言いました。ミス言いました、言いました。15時って言わんかった？15時って言ってない、午後5時って言ったそこはそこ頑張ったもん。そこはそうですよ、サザンブリーズでのあなたの仕事は、うん、時刻を言うことそして天気を言うことメールアドレスを言うことですか？あのね、一週一週増えてってんだよねそうですか。一週回を重ねるごとに増えていってるんだよね。もうミスじゃ何もしなくていいからって言われてた最初。最初はそうなんですか、びっくりしますね。山内さんにびっくりだわ。詐欺ですよ、詐欺。わかります。うちのスタッフもね、最初は大丈夫だからっつってだんだんすごいいろんなことをやらせます。まあまあ、面白い。それは置いといて、置いといて、1週間ぶりですけども。そうですね、うん、どうですかこの1週間。何してたかな、何してました、何してたんだろう何か変わったことしましたか？変わったことしてないです。してないですか？してないです。残念だね。うん、何か変わったこと1週間に1回はやりましょうか。変わったこと1週間に1回あったらいいな。でしょ、だからそれは自分から作るんですよ。ああ、へえ、うん、カラオケに行きましたあ、いいじゃないですかカラオケなかなか行かないですよ。いや行きますよ、スズは。でも1週間に1回ぐらい、まあ、1週間に1回は行かないですけど、でも、うん、高校の頃とかは1週間に1回ぐらい行ってました。高校はね、暇だから。あー、確かに。遊ぶといえば僕もカラオケでしたから、うん、僕はね、もう週3ぐらい4ぐらいは行ってましたから、うん、やば
やばいよな。それはちょっとそれはやばいですね。バイトもカラオケでしたから。あ、そうなんですか。そうなんです。うわ、いい、それはいい。あの、あそこでいろいろ世の中を学びましたから。何があったのかな。聞かないとこ。そうですか、カラオケ、何が定番ですか、あなたは。何が定番ですか、何を歌います、必ず。必ず歌う曲、ユニゾンスクエアガーデンとか歌います。男でしょ。男の人の曲しか歌わないかもしれないです。え、そうなの、声低い目。声低めです、多分。わかんない、今度カラオケする、こっち。今度カラ、こっちで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 。できるんですか、そういう機能があるんですか。無理やり。歌詞はネットにどうせ載ってるさね。確かに。で、あの、ヘッドホンしながら歌えば自分はカラオケ気分じゃないですか。確かに。聴いてる人はアカペラっていう。いやだそれ。で、歌の下手さが割れるやつじゃないですか。そうなんですか。今度ちょっと企画しましょうか。あの、あなた音楽好きって言いながら、音楽の企画何にもしてないですから、ね。ああ、確かに。始まって、そうですね。この方。確かにそうでかもしれない。そこはやっぱ僕は大事にしていきたいなと。ミスズの音楽好きを。明日はライブに行きますよ。お。前、あの、鈴カフェのゲストに来てくれたナイスクラップさんっていう。そう。いや、あれはエースオブタイム。ちょっと覚えよう。覚えよう。あ、エースオブタイムね。でもナイスクラップさんはもうゴテゴテのバンドなんですよ。お。そう、そのバンドメンバーが、なんかバンドが5組ぐらい出る対バンみたいなライブに行きます。ナイスクラップはでも聞いたことあるよ。ナイスクラップ。あ、超いい。あの、いいキャラがいるやつ？シュレさんかな、シュレックさん。あ、そう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 ですよね。鈴鹿が来た時挨拶しましたもんね。そうそう、それとあとあれだったでしょ、エースオブタイム。ピーファム。ピーファム？ピーファム。ピーファム？ピーファム。あの、パチンコですか？違います。やめなさい、やめなさい。怒られる、怒られる。はい、という感じで、まあ明日ライブ行くということで、明日でも開演祭ですよ。あー、行ったことないですね、開演祭。あら、出ました、このなんていうの、あの、オタク気質。なんでよ、じゃ、だって人がいっぱいいるんだもん。人がいっぱい、それはそうですよ。人がいっぱいいるんだもん。祭りとか東京は人がいっぱいいるんですよ。そうなんですよね、極力。あ、あの、お仕事で行くのは楽しいです。優等生出たよ。あのね、ラジオとか、司会とかはね、楽しいですけど。まあまあまあ、楽しいって言わんとね。ね、言わんとって何？言っとけ。いや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 。そうなんだ。全然行かない。プライベートで？プライベートでは。祭りとか、あと、なんだっけ、プールとか。プール？プールも一応人いっぱいいるじゃないですか。祭りとプールよくわかんないですけど、もうプールとか全然行かないですね。祭りはほら、人がいっぱい、人いっぱいさ、他に人がいっぱいいるシチュエーションって何があるんですか。イベントとかなんかの、なんか、モンパチのフェス、この前2年ぐらい前に読谷でやった時に、歌の日コンサートみたいなやつですか、かな、あれビギンでしょ。あ、そっか、なんかワッターワンダルワッターだ、そうそうそう、ワールドだ。あの時に、僕エゴラッピン好きなんですよ。エゴラッピン、あ、エゴラッピン知ってます。わかります、くしばしにちり。そう、なんか好き、ミスちゃんみたいな人。いいですよね、いいですよね。エゴラッピンするのも好きですよ。なんでこれ今ミスちゃんみたいな人をスルーしたんですか。なんか膨らましきれないなと思って、まともに受けても。ミスズイコールエゴラッピンっていうのが絶対膨らましきれないなと思って拾わなかったんですけど。そうですか。そうですね。来てたから。そうなんだ。僕子供がね、エゴラッピン好きなように教育してるんですよ。昔から何 PV 見せて、すごい、で一緒に行って、もう盛り上がったんですよ。ただ人がしかますぐらいいっぱいいた。まあそれはそうでしょうね。でもライブだったら我慢できます。マジ？ライブだったら我慢できる。できます。で、今度、去年かな、ナムラホールだったわけ。エゴラッピン。単独が。
エゴラッピン行きたいな。めっちゃ楽しかったよ。もう飲んで、あの名村ホールだから、うん、飲めるんですよ、うん、もう飲んでからの音楽っていうのは最強だよね。あ、確かにそうですね。名村ホールは去年はバックナンバー行きました。めっちゃ面白かったです。人デイジッパーだろ。デイジッパーやりました。今年もやりますけど、名村ホールじゃないですけど、コンベンションで。あ、まあコンベンションクラスだと思うけど、うん、コンベンションだと飲めないじゃないですか。なんで飲む、あ、まあ、飲んでっていう前提なんですね。飲んでからの音楽というのが最強なんです、うん、僕の中では。なるほどね。例えるならば、うん、出てこないなら大丈夫だよ。大丈夫です、うん、出てこないなら大丈夫だよ。チーズバーガーのピクルスみたいな。はあ、全然わからん。聞かんければよかった。最強でしょ。ピクルス嫌いだから。あ、そうなの。た、うん、あ、意味がわからないです。ピクルス意味がわからない。ピクルスって何、うん、みたいな。ピクルスはキュウリ、漬物、漬物、外人の漬物。次行こう、次。もうさ、オープニングからだらだら話しすぎですね。いつもそうですよね、スーちゃん。先生のせいですか。私のせいですか。今日はフェミニンなミスズちゃんでございますが、はい、はい、皆さんぜひですね、うん、この後6時まで、はい、元気に楽しく放送していきますので、はい、お付き合いしていただきたいと思います、うん、今日はですね、うん、この後、うん、どんな、ラインナップかというと、はい、どうぞ。うい。放送前に1回こう話したからミスズが話せると思うなよ。一回ざっとミスズに説明したからってミスズがみんなに説明できると思うんだよ。そうですか。今日はですね、スタジオがバーになります。なります。スズカフェならぬスズバーになります。さっき山内バーって言ってたよね。ほらもう、ほらもうブレブレだよ、もう。違います。このアルファユングさんがね、スズカフェチューズデーでしたっけって来てる。あ、確かにスズカフェやってるからスズバーだなと思ったね、今日。あ、そういうこと。そうそう。じゃ説明してくれないですか。今日はバーという感じでね、うん、酒の、そう、酒のお話。お酒ね。やっぱね、ミスちゃんがちょっと、うん、自分で酒豪って言ってるので。言ってないわ。いやいやいやと。言ったこともないわ。これはもう対決だなと。酒豪は僕はちょっと譲れないところがあるので。缶酎ハイ1本でダメですよね。あ、そうなの。本当に弱すぎだ。じゃあ、まあまあまあ、そういうね、はい、ミスちゃんもどんどんこれから大人になるにつれて。そうですね、まだまだガキンチョですから。そうですね、うん、これから大人になるにつれて酒の場も増えていきますから、うん、こんな飲み方するなよっていうことで、僕がいろいろ教えてもらいます。教えてあげたいと思います。そして後半はですね、うん、誘導尋問のコーナー、うん、今日はミスちゃん負けましたので、まあじゃんけんでね、じゃんけんで先週ね、はい、一応取ってきましたよこれ、うん、成功しなかったらもう連続ですからね。そのルール初めて聞いた。やだ。やだやだ。毎回じゃんけんですか。うん、そうですね。はい、はい、分かりました。じゃあ毎回じゃんけんで。今日はね、ミスちゃんが取ってきてくれてます。さて、誘導尋問うまくいったのか、うん、こうご期待ということで。こうご期待、はい。こんなあと6時まで生放送って何か言えばいいのかなっていうことで。皆さんぜひ参加してください。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com になります。それではサザンブリーズ始まりよ。ポルグラフィティで無限。どうしたどうした。もう最低だ。どうしたどうした。始まりました、始まるよが混ざった。混ざった。いいな、ポルノ。決まらない。決まらない。ちゃんとこう、あれじゃん。なんかさ、後ろも、もう逆光じゃないか。飽きたんだよ。殺到系だよ。ほら、あ、いい。良い。ね。
さ、お酒飲んでからの音楽ってもう本当に半端じゃないですか。そうなんですか。一回さ、じゃあさ、軽く缶チューハイいっぱい飲んだらもうベロベロでダメなんでしょ。ベロベロ。したらちょっとだけ飲んで、名古屋ホールとかでこのライブでもいいよ、明日の飲んでごらん、下の方に超楽しい。だから車がやっぱ車で行くからそれがある。車って、本当にさ、なんていうの、良さがより良くなるわけ。音楽の、そうそう、感じ方が、感じ方が、へえ、結局脳のリミッターが外れるんだよ。脳のリミッターが外れるまで飲んだりとか。入り方が違うんですよ、音楽の。わかりますか。もうすごい響くってことでしょうね、きっと。もうさ、この歌い手の感情まで入ってくる。それもシラフで受け取ってあげよう。歌い手の感情はシラフでも受け取ってあげた方がいいと思う。そうなんだ。そこはおじさんは分からんの。この曲聞いたことありますよ。もちろん。俺意外と好きだよ。あ、そうなんですか。うん。すごいいいよね、これも。だってさ、これなんかがいつもないっけ。まだ若い時じゃないから出てきたの。1999年9月8日デビュー。でしょ、うん、99年だから何年前。自分が、6歳の時なんで。今何歳だっけ。23なんで、17年前。 23? そっか。ええ存じ上げてない。いや、25とかって思って。いや23か。23です。6歳の時。6歳の時ぐらい。23-6は17年前ぐらい。17年前。ほら、41から17引いたらいくつかね。さらっと年いましたね。あ、自分の。あ、そうそう、俺41。見えないな、見えないな。41。 23C でしょ。あ、そう、23C。 ほら、若い時。今だから、今ぐらいの、今ぐらいの時だ。そうそうそう、だから意外とね、面白いなと思ってたんです。良いですよ、今も良い。なんだっけな、天気じゃない。天気だ。もうあれだね、そろそろ進行する日も近いね。やだ。絶対や。はい、時刻は17時17分を回りました。サザンブリーズです。そうです。です。ポルノグラフィティ。無限。無限。いいですね、ポルノ。いいね、ポルノいいね。好きですよ。ポルノこそ飲んで聞きたいですね。そうですか？そうですね。天気いきます？天気いきましょう。はい、天気いきましょう。はい。今夜、これからの天気です。うん。南の風やや強く、曇り、波の高さは2メートル、のち 1.5 メートル、降水確率はこの後 20% となっております。降るかも？ね、ただ今日ちょっと、このムシムシ具合が。暑いね、今日は。うん。曇ってたけれども。嫌でしたね。なんかジメーっとしてましたね。空気はジメーっとしてるけど、うん、風がひんやりみたいな。なよくわからない。お、確かに確かに、うんうん、だから薄着でいたら寒いし。確かに。厚着でいたら暑いし。まあまあまあ、もうどうせ中年っていうツッコミを何度したか。まあ春はそんな季節でしょう。そうですね。明日、はい、明日8日のお天気です。はい、南の風やや強く曇り、うん、昼過ぎから時々晴れ、波の高さは 1.5 メートル、降水確率は大体10% から 30% ぐらい。ついに大体言い始めましたね。
じゃあ温度は大体どれぐらいですか？朝の最低気温が22度、日中の最高気温は26度となっております。高いね。明日は暑いはず。暑いね、うん、明日開演祭ですから皆さんも盛り上がっていただきたいなと。なるほどね、うん、思いますね。土曜日か。土曜日、そっか。そして、今週じゃない、今月22日は早くもトロピカルビーチで海開き。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。いい、早っ。沖縄早っ。中継しますんで FM 沖縄、その海開きの様子。よい、ぜひ来てくださいね。なんかあったかな。遊びに来てください。遊びにね。ラジオは出ないでもいいので。4月22日ね、はい。海嫌いでしょ。まあプライベートでは来ないでしょ。うん、でも、まあ、ビーチパーティーとかは比較的好きですよ。お肉リア充か。どうしようって言えば。行かなかったら行かなかったで怒られるし、行くっつったら行くっつったで怒られるし。ありがとうございます。さすがだね、的を得ていますね。さあ、道路交通情報をお伝えします。お願いします。沖縄自動車道は、うん、今の時間スムーズに流れています。そうなんだ。そうです。5時20分なのにね。え、何にも混んでないっすね。へえ、嘘じゃん。思うんだな最近。どう思う？嘘と思う？やっぱり。それってどこからどうやってその情報なんですか？分からん。言えない。言えないんだ。なんかほら、衛星がなんとかとかそういうことじゃないんですか？あ、だからうち独自の衛星です。嘘つき。嘘つき。さあ、一般道行きますよ。はいよ。一般道はですね、もう前原交差点から王者の交差点にかけて、これはどちらの区間でも渋滞しています。もう長い渋滞続いています。あ、やっぱりな。そう、ここは大変ですからね。沖縄自動車道、沖縄自動車道って言われても違う。一般道だよ。一般道だ、間違えた。さっき高速ね。あ、いわゆる。もうそれが分かんないです。あ、そっか。そういうの分かんない。高速乗らない。まあ乗るっちゃ乗りますけど、うん、そっか。沖縄自動車道は高速道路のことなんですね。そうです。一つまた知識が。そうですね、はい。一般道、一般道では、そのだから前原交差点分かります？前原交差点、宜野湾の。そう、はい、めっちゃ混んでるじゃないですか。混んでますね。あそこはもうやばいです。なあ、今日も今もやばいです。あ、そして、ズケラン、うん、国道330号線、ズケランからライカムにかけて、これライカム向け、はい、ライカム向け混雑になっています。あらら、こっちもね、よく混んでますからね。はい、気をつけたいですね。気をつけてね。はい、以上道路交通情報をお伝えしました。よさあ、ですね、メールが来ておりますので、ここで紹介したいと思います。お願いします。さあ、行きますよ。よ、サザンブリーズ、スーズハロ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 チュ、おお。ヤマチン、おはハロハロ、エコザイル出すよ。エゴザルさん、ありがとうございます。酒はね、うん、島とポンシュがいいね。うん、特にクースはチェイサーを置いてストレート。へー、ポンシュは、うん、常温かぬるかに限る。へー、なんか2ですね。2だね、これもうあれだね。やばい。やばいやつですね。中ですね。2というか中です。やめやめやめろ。やばい、もう飲みたくなってきた。さっさと仕事終わらせとな。うん、で、飲みながら三振引く。もう最高だね。いいじゃないですか。いいね、うん。飲みながら三振とかも最高かもしれないね。良い。すず、そのうち、山ちんのおごりで飲みに行こうね。ああ、行く。じゃあ、後からや。飲めないって言ってるのに、この人。行こう。おごりなら行こう。お、行こう。行こう。全然。さあ、このように今日はですね、ちょっとお酒、まあ週末だしね、お酒についていろいろと、あれこれ。バーテン山内がうんちくを述べていきたいと思います。お願いします。それでは CM。 バーテン山内が、バーテン山内が、まああの FM 沖縄でこういう酒の番組してたら分かる、うん、土曜日か日曜日かの夕方ぐらい、分かんないです。なんかいらっしゃいますよ。誰がやってたんですか。わかんないんかい。わかんないんかい。それの番組なんですけど。あ、そうなんですか。うん、言わなければいいの。言わなきゃいるの。なんか本当にバーの雰囲気作ってからさ。なあ、カランカランみたいな。そうそうそう。へえ。で、うん。なんかちょっと片言のバーテンさんで、それの人がインタビューしていくみたいな。
こうお客さんでゲストみたいにしてからね、結構ねいい感じの雰囲気だったんです。そういうの、そういう番組やってません？今どこが？夜更かしマングローブ。あ、テレビ？クーバさんが入ってる。あれだからあのテストですよ、テレビでしょ。テレビテレビ。シグナスさんが初めましてって。初めまして、こんばんは。シグナスさんは飲まないっぽいな。そうなんですか。うん、もうこんばんはですか。どうも皆さんこんばんはですか。これさ、そういえばサザンさ、うん、もしかしたらトロピカルビーチにサテライト作るわけ。去年もあったんだけど、そこから放送してもいい？毎週か、うん、水着のお姉ちゃんたちみたいな。うい、うい、一応室内だから大丈夫よ。あっちらへんからトロピあれじゃないからさ、外じゃないからさ、うん、楽しそう。さあ絶対錆びてますよね絶対のカランカラン錆びてますよねもうすぐしょっぱだから言わない。安い効果音でしたけどびっくりしたわ。いやでも良いじゃないですか。良いでしょ、雰囲気。ジャジーじゃないですか。ジャジーなんですよ。スズバー、スズバー、スズバーなんだ。でもバーテンは山内さんでしょ。バーテン山内がお届けします。ちょっと大人な雰囲気の、うん、今日はコーナーお酒のまつわるエトセトラでございます。おですね、やっぱりバーということで、スズバーということでですね、うん、ぜひあなたにちょっと注文をしていただきたいんですけど待ってよ、コメントに拾わされるのは偉いんですけどさこのスズバーは良くないよってテンサさんさ何スズバーっておばあのバーじゃない、それはスズババーですね。そうですね、はい、違います、スズバーでございます、うん、です。かっこいい方のねやつね、はい、そっか。そうなんですよ、必ずね、うちは酒を注文してもらわないと困るので、うん、バーですからね、うん、お酒ってリアルお酒の名前を言ったらいいってことですか。はい、いつも甘めのお酒が好きで。おおお、いいですね、カクテルですよ。うん、甘いお酒が好きで、マティーニ。お、マティーニいきますか。マティーニじゃあマティーニ入りますイエス後ろで笑わない、自分でやってから安い効果音だな後ろで笑わない。おいさ、急いで探したからこれしかなかったんですよマティーニ、マティーニ、もうねこれみずちゃんさすがだなと思いましたね僕は、うん、マティーニ注文するあたり家オーラが伝わってきたからさ。今は言わないそれはなんか愛しそうだったから。さすがです、もうマティーニ注文した、うん、このさすが鈴カフェの店長してる、はいカフェだけどねマティーニとは、うん、定番中の定番、うん、なんとカクテルの王様と言われてます、うん、へえ。そうですよ、通称カクテルの王様、ジンベースのカクテルでございます。わかりますか、うん、そう、ジン、はい、ジン好きでしょうんあんまり飲んだことないですけど1910年にニューヨークのニッカボッカーホテルにいた、うん、マルティーニという人のバーテンダー、そう、マルティーニというのはイタリア人ですね、うーんが考えたことから、うん、このマティーニ、マティーニ、そう、ただし、うん、現在のものとはレシピが異なるとへえ、じゃあどないやねんっていうね、うん、そんな感じでございます。マティーニ、マティーニで、ジンとジン、ドライジンとドライベルモットを加えて、はい、アルコールちょいちょいってやって、おしゃれ、おしゃれなんですよマティーニ。どうですかどうですかって、どうですかおしゃれですね、はい、用意したのはここまででございます違うんですよこのね、うん、別に僕今日バー
テイストにしたかったのは、うん、その酒の紹介をしたかったわけじゃないんですよ、うん、ちょっとねお酒にまつわる話を、うん、すずさんももう聞けば23、うん、そうですね、もうお酒も飲めるよっていう、そうですね、はい、そういう年です、そういう年です、うん、外でお酒は飲みますか。いや、もうほぼ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 飲まない、ほぼほぼ飲まないです。居酒屋とかあまり行かないんですか。まあ酒飲まなくてもほら居酒屋料理が好きでとか、そう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 、その場に行くことは行きます、ありますか。家族とかではよく。その場合、うん、どんなやっぱお客さんがいるといいなっていう、うん、え、まあいいや、え、どんなお客さんがいるといいな、嫌だなじゃなくて、嫌だなっていきなり聞いたら、うん、なんかいやいや成人になれって言ってるみたいで嫌だなと思こんなお客さんどういうこと。バーじゃあ行ったことありますか。バー ないです。ないの。ないです。1回もない。1回、あ、1回あります。おお、やっぱりあるんやし。小座、お花屋の上。ああ、わかるよ。わかりました。わかるよ。あっちも定義おしゃれで、うん、長年やってるんですよ、あそこ。うん。なんだったかな、あの名前。忘れたな。なんか、ジョーカーみたいな。違います。わかんない、忘れた。ジョーカーではないですね。なんだったかな。もうね、うちのスタッフも結構行くんですよ、うん、あそこ。あっちおしゃれ。いいですよね。うん、だから、そんな、まあ、お酒にまつわることなんですけど、うんうん、なんでこのお酒にしようとしたかというとですね、うん、僕土曜日に、うん、どうしても飲みたくなりまして、はい、最近というかここ数年で、うん、飲んだらです、あ、じゃない、飲みたくなったら一人ででも飲むようになってきてるんですよ。はあ、わかりますか。一人でどこに行くんですか。それが、近所に2000円で、うんうん、飲み放題、時間無制限、うん、歌い放題のお店があるんですよ。カラオケバーですな。へー。でこの女の子がこういて、うん、女の子っつってもこのなんていうの、オーナーが女の子で、うん、若いんですよ、27、8、うん、でこう、まあ、別になんていうの、スナックみたいにつくわけじゃなくて、うん、こうのついでくれたりはするんですけど、もちろん、うんうんうん、まあカウンター越しでいろんなお客さんと喋りながらみたいな。うーん、だからこの子を中心にしてこういろんなお客さん友達になれるわけです。なるほど。だから一人で行っても全然そう楽しい、楽しい。へー。しかも酒が入ってるんで、最初はもうおじさん同士へ、うん、ちょっとあみたいな、うん、こう人見知りなんでね、うん、どうもどうもみたいな、うん、雰囲気なんですよ、うん、でもだんだん入ってくると兄ちゃんこらっつって飲めや歌えやみたいな、わかりました、嫌な客OK ですっつって歌ったり、うん、あるいはそのなんていうかな、いろんなこのなんていうの、世間話したり、うん、だから楽しくてね、そこしかも2000円だから行きやすいんですよ。そうですね、うん、近所だから。近所でそういうお店があったらいいですね。そう、歩きだし、うん、なのでよく行ってたんですが、うん、なんとここが閉まると。え、はい、嫌だね。嫌なんですよお母さんとも仲良くなったぐらいね、ほう、このオーナーの、へお母さんも飲みに来た、それぐらい、そうそう、行きつけだったのに。お母さんが結構いるんだよ心配して。なるほどね。でお母さんも結構ねこう絡んできて、うん、いい感じなんですけど、うんうん、まあそれがなくなったと、うん、でまあ今じゃあ新たにねちょっとバーを探しましょうか、うん、っていう感じなんですけど今、うん、そこで一つまた近所に見つけまして、うん、ここはね、うん、またおしゃれな感じなんですけど、うん、その本格的なバーなんですよ。カラオケとかがなくて、もうカウンターと、カウンターと私めと、私めと他のこのその時いたのは割といい年齢のカップルがいまして、素敵じゃないですか。素敵なんですけど、うん、なんていうんですかね、僕ちょっとこう飲みながら思ってたのが、うん、だんだんイチャイチャし始めるんですよ、うん、このカップルがいい年齢のね、いい年齢のカップルがね、いい年齢のカップルがイチャイチャし始めて、うん、ちょっとね女の子の方が、うん、女の子でもないですけど女性の方が、はい、この男のおじさんの子の洋服に手入れ始めるんですよ、うん、ああもうちょっと
と俺もうどうしていいかわからんなぁと僕一人でですからねその時にあもうちょっとやばいなっていう感じだったんですね、うん、でももちろん注意なんてできないじゃないですか。できないですね、仲良くこうすればですからね。なので、うん、ちょっとねもうどうしていいか分からないどうですかどうですかってここで言うんですか嘘でしょ。いやずっと俺が喋ってるからふっとこうどうですか。嫌です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 。何が嫌ですか。振られるのが嫌なんですか。いやそういうお客さんも嫌だし、はい、そういう振られるのも嫌、今のタイミングで振られるのも嫌です。ですよね。マチオさんがね、うん、まあ困った時にはコメントいきますからね。マチオさんが参加するって書いてありますけど、うん、割とね、うん、いい年齢の おいくつぐらいだったんですか。多分ね僕より上なんですよ。50代ぐらいぐらいです。うーん、だからちょっと参加はしたくない。参加するっていう選択肢はないでしょ。ないよね。頭によぎらないでしょ。テント頑張るお母さん、身の上話からの無茶ぶりということで、まあ、すいません、ね、いつもですよね。どういう、うん、どういうなんですか、言ってきてください、うん、僕が喋りすぎだから。いやいやいや、みすずちゃん喋って、どういう対処の仕方がいいんですかね。もう飲まもう出るとか。出るのは、うん、負けた気がする。負けた気がするし、もうちょい飲みたいなっていうこの、わかります、うん、時なんですよ。なるほどね。どうしますか。別のとこ探すかもしれないです。自分だったら、もし自分だったら。そうですよね、うん、そこで、うん、ここで来ますよ。うざいと思われてるかもしれない、うん、バーで嫌われてる客はこんな人、うん、心当たりありませんかということで、うん、みすちゃんちょっとね、うん、自分もちょっと当てはまるかどうか、うん、置き換えて考えてくださいね、はい、まずは、うん、声がでかい。あうちの母ちゃんだな。うちの母ちゃんだな。まあこれはね、でも居酒屋にも、居酒屋でもこうなります。うん、居酒屋でこうなりますよね。そうそうそう、人はみんな、そう本当です。デジ声でかいですもんね。あなたほら飲まないんでしょ、うん、そう、飲まなかったら、うん、うわこれでっかと思います。思う、うん、思う。そんな場合どうしてるんですか。もうみんなワイワイ飲んで騒いで、身内だったら、うん、声大きいよって言います。あは、もう別の席だったら、うん、もうしかしかとです。じゃあ例えば、うん、ほら忘年会とかで、うん、みんな飲むじゃないですか、うん、であなた飲まないとするじゃないですか、うん、でもうみんなうるさいんですよ、うん、そんな場合は一応は参加はしてるの。参加はして、なんか多分苦笑いしてるんじゃないですか。見てみたいな、そういう場合も。ああみたいな。今度行きますか。今度行きますか。でちょっとサッコさんとか行ったら楽しそうですね。ね、苦笑いちょっと。苦笑い。サッコさんもお酒飲むんですか。あれも飲めないんですよ。飲めなさそう。でもただ、うん、飲めないけど、うん、飲んでる人と同じかそれ以上に、うん、あのテンションが高い、うん、知ってます。だからあれはもう大丈夫なんですよ。シラフでも飲んでるのかなって思うんですよね。思うよね、やばいよね。面白い。そしてもう一つ、はい、店員に対する態度が悪い。あー嫌だ。嫌だね、うん、これはね、うん、バーどころじゃないですよね、うん、みんな全部ですよ。全部全部に対してですよ、うん、そしてもう一つ、うん、一杯で粘る。たまに一杯の注文で2時間ぐらい居座る方がいますが、あこれは大きなマナー違反です。そうなんだ、うん、でもこれは勘弁してほしいな。うん。飲めない人もいるからね。ミスみたいにね、うん、ちょいちょいちょびちょび飲む人もいますからね、うん、はい、まあそんなとこでございますね、うん、まあまあこれからね本当に僕もね、うん、ミスちゃんのあの年代というのは全く飲めなかったですから、うん、あの一回ですね、うん、この飲みすぎて、うん、急性アル中風疹になってから全く飲めなくなったんですよ。へー、危な。で最初はビールしか飲めない、うん、そこからもう今のこの酒豪伝説が気づかれるまでになんかの商品の名前みたいになってる。酒豪伝説15年ぐらい。へー、はい、
こう進んで今飲むぐらいまでね、うん、かかったかかりましたから、うん、あなたもいずれは一人でバーでちょびちょび、うん、お父ちゃんとお母ちゃんがめちゃくちゃ飲むんですよ、うん、ほうほうほう、もうお兄ちゃん二人もめちゃくちゃ飲むんですよ、うん、なのにミスズだけ飲めないんですよ。妹は？妹はまだ大学生19とかなんで。あ、じゃあこれからなんだ。これからわかるのは、うん、そっか。そう、じゃあもうその酒豪の才能というかはあるんだと思います。そうそう、みんなに言われるあるので、うん、これはもうあれですね、飲み方次第でございますね。あんまりまだ美味しいと思えないんですよね、お酒が。コーヒーに砂糖を入れてる段階ではそれはもう美味しいとは思えないですよ。コーヒーも飲めないです。コーヒーに砂糖入れてもミルク入れても飲めないです。さてごめんって企画倒れになりました。この前代美鈴の手によって、だってだって閉店でバー鈴バー閉店でございます。なんじゃこのオチは。だってだってだって飲めないし。いやいや違う、いいオチだよ。面白いですね、さすがですね。ああおしゃれ。あ、そうそう、これ曲なんですよ、曲なんですよ。さあここで曲をお届けしますね。今日はやっぱジャジーな夜ということですからね、うん、リップソウルピンプセッションズ、ジャジーカンプセッション。読み方は読めないんだよ。良いですね。ジャジーな曲好きですよ。ピンプセッションズ。ピンプセッションズ。かっこいいでしょ。かっこいい。なんかリップスライムとがジャジーになったみたいな。ね。かっこいい。エゴラッピンいいですね。エゴラッピンいいですよ。エゴラッピン良いな。来たら行きましょうか。来たら行きましょうか、エゴラッピン。来たい。エゴラッピン、でも3曲ぐらいしか知らない。面白いっすよ。かっこいい。ラブサイケデリコとかそういうところが好きなんですか、エゴラッピンとか。エゴラッピンはね、どっちかというとこっち系。ジャジラブサイケデリコも好きだったけど、あっちはなんかカントリーじゃないかな。あー、まあまあまあ、1、2曲しか好きじゃん。これなんか来ても行きたい。デジかっこいいな。かっこいいと思います、ね、あのさ、ジャズのビッグバンドが好きなんですよ。あー、わかりますよ。なるほど。おじいちゃん、沖縄のおじいちゃんたちが、わかる。前、お祭りで、うん、やってて、うちが司会してた時に、おーおーおー、そう、あったデジかっこよかったんじゃん。かっこよかった、ね、こう雰囲気ゆるいくせにさ、かっこいいわけ、うん、かっこいい、その感じが、うん、なんだろう、なんていうんですか、ジャズバンド、ジャズバンド、ビッグバンド、うん、あ、それ、ビッグバンド、かっこいい。これがね、結構それで割と定番をかけるんですよ、あの人たち。聞いたことあるのばっかり。ジャズってほら、もうわからないのがいっぱいあるわけ。うんうん、確かに。めちゃくちゃっていう意味やからね、本当に好きな人しか聞かない。じゃなくて一般的なのをかけるから。その自分もジャズとか全然聞かないんですけど、そのやつは聞いたことあるみたいなのが多かったです。茶色い小瓶とか。そしたらさ、まあ、大体またごめんだけど飲んでるさ、ね、したらもう最高なんです。あ、ジャズは飲んでる時に聞きたいかも。確かに。かっこいい。だからこんな感じ、エゴラッピンは。もう時間ない。あ、大丈夫。あと10分以上あります。そうですね。うん。3分で収めてきたから。
もうエゴラッピー来たら教えればさ、俺のあれにアンテナに引っかかるんだから。エゴラッピーは。まあな、大きいとこでやったら嫌だなぁと思って。あナムラホールぐらいが一番いいですね、うん。明日はどこでなの、ナムラ？サイバーボックス。中にあるんだ。結構あんなライブも行くわけ？行きますね、ライブは好きです。おはよう、みすずちゃんって。おはようの時間じゃないけど、おはようございます。このズーの、みすずのあれがちょっとおしゃれだ、金子みすずみたいな。わかります？金、私と小鳥とすずとの人。まあ、わかんないな。いいですよ。モデルですか？違います、あれです。あの、亡くなったジャンルから言ってくださいね。さあ、お送りしておりますサザンブリーズでございますが、続いてのコーナーは誘導尋問。何これ。さあ、何これ。何この音。これはですね、マカロニデカのテーマでございます。やっぱりやっぱそんなにデカ的なテーマなんだ。そうなんです。誘導尋問、このコーナーはですね、はい、相手に言わせる、うん、あるワードをね、ワードを言わせる、うん、しかも直接的な質問はダメです、うん、どうやって周りくどくそのワードをその相手から引き出せるかというコーナー。相手から引き出せるか、はい、例えば、うん、バナナだったら、うん、黄色くて皮むくもの、もうこれ言ったらもう、うん、面白くない、面白くない、うじる。なので、それをうまくどう言わすかがポイントでございます。はい。で、なんだっけ、今回はみすずちゃんが、しかもね、うん、最初は縛りがあります。はい。今回なんだっけ、スイーツの話。スイーツの話題から、うん。相手に、みすずのことが好きだと言わせる。そう。みすずちゃん好き。これスイーツ好きじゃないですよ。はい、みすずちゃんのことを好きと言わせる。うん。この難問、うん、ミッションですよ。本当難問でしたよ。難問でしたね、うん、果たしてうまくいくのか、はい、はい、聞いてください。サザンブリーズ金曜日担当の前城みすずです。今は、火曜日に担当してます鈴カフェの帰りでございます、うん、今日誘導尋問、はあ、受けてくれるのは、うん、鈴カフェもはやレギュラーカラーズの中曽根里奈さんです。お願いします。はい、お願いします。ちょっと説明しましたけど、はい、まあ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 、でもみすずと会話する感じでいいんで、オッケー、やっていきましょう。はい。チャラい。スイーツの話題、スイーツでも喋りましょうか。いいね。好きですかスイーツ？大好き。何が好きですか？パフェ。パフェ。うん。クリームが乗ってくる感じ。うんうんうん。バナナとかアイスとかチョコソースとか。で自分で作ったりはしない。単語の返しがチャラいです。この間はリラさん、ね、お寿司屋さんでパフェ頼んで、うん、そう食べたよ。なんか人が作るものとかはどうですか、うん、なんか手作りでダメとか言う人いるじゃないですか。私手作りクッキーが一番好き。はい、人分は作らないのに。あ、なるほどね。話題に持ってくる。うん。まあでも女子力高い女子っていいですよね。手作りクッキーのあの美味しさはね。なんかな、手作りって作ると何でも美味しそうに食えますもん。うん。なんかいいですよね。叶わないと思う。せっかく人に言ったのに戻されましたね。女子力そういうのもある。皆さんはね、うん、女子力ねあれだからね。ほらあれじゃないですか、ミスザーはほら、うん、女子力ちょっと高めしなきゃ。おいおいあれおいってマジか。どんな人だと思ってるんですか、ミスザーのこと。よくいい流れでしょ。うまい。ミスザーの人はミスザーのことはどう思ってるんですか。うまい。ミスザーのこと、うん、なんだろう、インドアのインドアの漫画ばかり読んでる。全然いいとこないけど大丈夫
なんかほら、うん、他になんかあるでしょ、もっとほら、なんだろう、なんか、うん、もっといいことを面白い、もっと面白い、もっと何かあるでしょ、なんだろうな、おしゃれおしゃれ、うん、もう一声もう一声もう一声、かわいい、もう一声、美人褒められて嫌な気はしないですけれどもいやほら、うん、どう思ってるかが聞きたいんですよ、直球にね、ゆなさんがみすずのことをどう思ってるか、うん、この辺怪しいですよね、なんだろう、尊敬してる、はぁ、尊敬か、尊敬してるということは、うん、ということはということは、へぇ、ということはということは、大好き、あ、いただきました。こういう感じでいいんですかね。そう、あの誘導尋問で、うん、ミスズに対して好きと言わせるっていう、うん、あのスイーツの話題から始めてミスズのことを好きと言わせるという、すごいんだけど、そう今、いやいや3分あのね、いつもこれ山内さん8分ぐらいやってるんですけど3分で、いやでもこれは一応でも、うん、あれですね、一応反則は使ったと思います自分から自覚してますね、はい、どうでしょうか皆さん、どうなんですかこう聞くしかないでしょうこう聞くしかないでしょうよ、でも、はい、話の流れはうまかったと思いますよ、いやうまかったですよ、ただこのあれですね、ちょっとね最後、うん、ほらどう思います、うん、はまだいいですよ、わ、うん、かります、うん、そっからのもうこれは出ないなと、尊敬してる、うんうん、もう出ないな、もう出ないなで次の展開いってほしいですね、あそこでもう一声、なんだっけもう一声っつったもう一声っつったいやもうダメだなと思ってダメだもうもうここからもう歩き、うん、もう終わりそうだったし、もう車だし、もう車だし終わらそうそうですか、まあまあまあ、でもほらエゴザイルさんがありだなと、来て、いやこの人はだって女性に優しいもんいいさ、いいさ、ほら、いい成功さ、成功ですか、成功じゃないですか、多分ね、俺が同じことしたらみんな失敗って言うと思いますよまあでもね、この話の流れの持っていき方が分かってやっぱ面白いですね、これね、うん、スイーツから、うん、なんだっけ、手作り、うん、はどうなのか、うん、で女子力、あ、女子力、いろいろキーワード出てきますね、やっぱり、そうそうそう、女子力に行き、そうそう、でリナさんは女子力がない、あ、そうなんだ、いや多分ありますけど、うん、じゃないですかみたいな、でミスズの、そっからミスズの話題に、でもほらミスズ女子力高いじゃないですかって振ったら、うんとか言われてたじゃないですか、そう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 、これはもう作戦完全大失敗ですよねどういうことですかミスちゃんは女子力が高いんですか？高い、でも料理とかしますよ、結構。お、うん、それは女子力が高いんじゃないですか。何が得意を、得意料理とかはもう分かんないです、なんかもう冷蔵庫にあるもので夕飯作りますみたいな感じ。出た、できる女、やったやった、あいやあいやいや、あいやいや、じゃあ、はい、まあ今日じゃあいいですよミスちゃん、うん、今日おしゃれだし成功で、うん、エコザイルさんも成功って言ってるから ね、 ね、うん、もうしょうがないね、やった、じゃあ来週のテーマも決めたいと思います、来週のテーマ何にしましょうか、来週のテーマはですね、うん、あのもうちょっとギリギリになってコメントでも募集して、あの来週のテーマはこの後決めます、うん、もう時間もないので、そうですね、であの発表しますので、うん、はい、じゃあじゃんけんだけしていきましょう、最初はグーじゃんけんほい、あいくわでほい、よしよし、後出し臭いな、よし、さあメールも来ております、来週は僕が担当します、はい、はい、さあダンデー山内さん、ミスジュープ、はい、ほ、ミスジューと会って思いっきりカニハンリテみたい、カニハンリテって何だろう、モフィーエビシが、うん、渡さ、はい、同級生の30歳の記念の伝説のビーチパーリー、うん、朝方酔っ払ったまま、うん、浅瀬で丸映えして水に浸かったまま飲んでる同級生がいて、うん、砂浜に置いてあるパンツ隠したから、うん、ミスジュどうなると思う、わかんない、塩が干潮になったら余計浅くなるさ、うん、丸映えの女子はチューチューが見えないようにおきにおきに自分で流れていって、あとあとは小さくなって沖でパンツ系しへって手振っていたどんな話題よバカだねミスジュ、はい、いつかフリムメンバーとビーチパーリーしようや、うん、やだ、壊さないから大丈夫やさやだやだ
だそうです。もみさんありがとうございます。いつもおかしいですね本当に。さあさあ今日もお送りしてきましたが、はい、明日みすちゃんは開演祭で、花火を見るっていうことなんですが、一個も言ってない一個も言ってない明日は沖縄市は開演祭が行われますので、行く人はぜひ楽しんでください。ぜひ楽しんでください。やっぱねもうそろそろ何あれ着るのなんだっけ、浴衣、浴衣の季節ですから。そうですね、はい、皆さん夏を楽しみましょう。そろそろ夏も始まりますよ、うん、さあ来週の誘導尋問はですね山内担当ということで、はい、お題はこの後ちょっと打ち合わせしながら決めたいと思います。入りとお題ね、入りとお題ね、はい、はい、このコーナーはなるべく定着して成功したいと思います、うんうん、コミュ力アップねコミュニケーション能力アップね。そうです。やっぱね2人ともねちょっとまだまだの部分ありますから、うん、そうですね、はい、特に山内さんはねすぐ喧嘩しますから。来週よろしくお願いします。 ありがとうございます。はい、じゃあ締めますか。はい、そうですね、はい、サザンブリーズ金曜日担当は前城美鈴と山内でした。はい、それではまた来週。さよなら。バイバイ。でもいい締めでしょ。いい締め。初めて締めました。そうだね。あ、沖縄モンチッチさんもありがとうございます。モンチッチさん毎週、うん、5時はミスルちゃん出ますので。金曜日。